こちらのトイレの様子なんですけども、間接照明の方に目が行きまして、あ、この片側だけスリットにしてですね、あ、間接照明を使う、このスタイルがですね、非常に美しいなと思ったんですけども、よく見ますと、余分なものをですね排除しているんですね。例えば、まあ、これ必要は、まあ、あると思うんですけども、ペーパーホルダー、これは非常にシンプルですよね。これが使いやすいかどうかっていうのはまたさておいてですね、あとはタンクレスの、まあ、トイレ便器ですね、はい、でこちらの方も、壁からの、まあ、給水等をしているわけですよ。でとにかく余分なものが一切見えないような、シンプルなトイレになっていますね、はい、非常に美しいと思います。それでウェブサイトの方なんですけれども、こちらに、まあ、他のトイレの、施工例もこう載っています。どれもシンプルでですね、非常に美しいトイレだと思っています、はい、参考にしてみてください、はい。